I'd love to see a quadruple axel sometime during my life. So I'm hoping that you'll actually jump that. まあ、野口さんが死ぬ前までに飛びます。が死ぬ前までに、が死ぬ前までに、まあ、野口さんが死ぬ前までに飛びます。試合で。次の質問が結局ボーヤンジン選手がじゃあ4回転4つ飛んできたと。でじゃあこういう風になってきて将来はどうなっていくかっていう話ですよね。僕自身は将来じゃあどうなっていくかって言われた時にそんな分かんない。メンチ気配で全ての選手が4回転5 minutes later. ありがとうございます。一気に語り尽くした5分間。通訳が羽生の言葉をすべて英語に訳し終わると同時に会見に時間切れの声がかかった。しましたので会見終了したいと思います。本当申し訳ないです。I'm very sorry. 緊張するとすごい喋るので。あ、そうなんだ。じゃあそのまま緊張していただいてても大丈夫でございますけど。いつもあんな感じなんですか、会うときは。そうっすね、はい。普段喋ってる時も元気いっぱいなんで。それだけじゃなくて、後ろの選手ですね。羽生さんが強くしてしまったんじゃない。周りの選手が何してるんだろうとか、周りの選手何やるんだろうっていうのは気になってる。逆に多分僕が何するかっていうの方が気になってるんじゃないですかね。まあ。The gala will return in just a moment. クソって思って見てろよって思ってそのままダッシュしてバーってやってトリプルアクセルバーンってやったら俺だぞ今から俺が滑んだぞっていうの聞いたんですけど、はい、15歳の時にじっくり取材をさせていただいたっていうそういうディレクターが昨日言ってましたけど夜中打ち合わせこの氷の上で滑ってる時にみんなが僕を見てくれるのが大好きって言ってたと覚えてます覚えてますねそれが多分僕がスケートを好きになった理由の根源でもあると思うんですよね、はあ、やはり自分自身その見てもらいたいっていう気持ちは強いですし、うん、ただ、まあ、最近はねそのいろんなところでも全て見られてるのはさすがに窮屈ではあるとは思いますけれどもただその自分が得意なこと自分が好きなことに関して見ていただけるまたはそれを評価していただけるっていうのは非常に嬉しいことだなと今も感じております鬼滅の刃のやつはスパークスパーク痛かったかお前ごめんよじゃあちょっとお前ソーシャルディスタンス取っとけプーさん大好きだからプーさんの森だってプーさんが途中から出てきてあっって驚いてもらおうと思ったら初めからバレちゃういやもうなんで森なんだろうなってずっと考えていたので、ええ、なるほどとちょっと合点してしまいますはいしっかりセットされてるところをポンとセットされてるところを見てしまいました、はい、いややっぱ申し訳ないCan I ask you about Winnie the Pooh? where did that come from? I think
think forest. I think it's a really special moment. I really love to see the picture of the Winnie the Pooh Lane. 共に戦ってきた戦友的な共に戦ってきましたここまで。何に一番興味がありますか？僕イヤホン好きですね。イヤホンが好き？はい。何が一番いいんですか？イヤホンが。いや、何が一番いいとは一概に言えない深さが。深さが。その後対談は別の話題に。一番欲しい体のパーツって何ですか？今なんか一番欲しいイヤホンは何ですかって聞かれると。イヤホンはもうね終わりましたよ。頭の中が。広がんないから。インタビューでマイクをつけるときも、あの温泉さんのヘッドホン何使ってるかがすげー気になる。僕のはソニーです。ソニーさんですか？ソニーの7500。QFST 使わないんですか？900、僕音が嫌いなんで。あ、そうなんですね。個人的には。温泉さんとマニアックなトークで盛り上がる。努力は嘘つく、でも無駄にはならない。いや、私見ていて努力は嘘をつかないって書くのかなと思った。書けない。努力は嘘つかないんだったらやっぱり練習量一番してる人が確実に毎回毎回優勝できる。やっぱどんだけ努力してる人も勝てない時は勝てないんだなって思ったし、報われないんだろうなって思いながらこの3日間ずっと過ごしてました。すごく努力したし苦しかったし、そういう意味では努力っていうのは嘘をつくなって思います。だけどその嘘自体は無駄ではないし、今回のオリンピックに当たるわけですから本当によくやったと褒めてやりたいと思います。努力は報われないと言ったけど、いやとんでもない、ものすごい報われて、こんな報われた報われ方したつけるとね、どこにいるんだと。ウフの挑戦は無駄ではなかったよ。本当によく成長してくれましたね。本当にありがとう。感謝してます。頑張れ、ウフ。その嘘を疲れるからこそもっと違う努力をしなきゃいけなかったり、はい、努力は嘘つく、でも無駄にはならない。羽生選手にとっての宝物っていうのはどういうものが心に残ってらっしゃいしますか？これ泣かせに来てるやつですか？いや、なんか、オリンピック3度目の出場おめでとうございますね。ありがとうおめでとうございますって言っちゃった。正直頭回ってないんじゃないかな。ありがとうございました。腕が一つ。I would like to invite international questions first in English, and Yuzuru will respond in English as well. Thank you for speaking in English. Lainley is from Reuters again. I'm just you curious. You can speak Japanese. You can speak Japanese. Speak Japanese. Okay. 私が生きてる間に何回かアクセルを見たいので飛んでくれるのかなっていうのを知りたいです。 Quadruple axle. And is that really what you're thinking of? I'd love to see a quadruple axle sometime during my life. So I'm hoping that you'll actually jump that. まあもちろんアクセル飛べたいですね。まあ野口さんが死ぬ前までに飛びます。まあ野口さんが死ぬ前までに飛びます。出るんですよね、ある意味ね。
そうですね、やっぱり人間というのは相矛盾する両方があるんだと思うし、homie, day and night. Day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Break the ice. Stay up on my grind. It's okay. Way of life. It's okay. I got a tunnel vision. I'm gonna chase that ray of light. And I ain't stopping, no I ain't stopping.